中共ウイルスの感染拡大が続く上海で悲劇が発生しました当局の防疫対策により病院が救急患者の受け入れを停止したため喘息を発症した看護師が複数の病院から受け入れを拒否され死亡しました3月23日午後7時ごろ上海東方医院の看護師周誠二さんが自宅で喘息を発症したため救急車を呼んだものの出動できる救急車がありませんでした 家族が車で複数の病院に連れて行きましたが、パンデミックのため救急サービスは稼働していないと告げられました。最終的にある病院が周さんを受け入れましたが、すでに手遅れで午後11時ごろに亡くなりました。周さんの受け入れを拒否した病院の中には、彼女の勤務先である上海東方医院も含まれています。 25日、上海東方委員は公式サイトで声明を発表し、周さんの死亡を認めました。この事件は、中国の SNS ウェイボーで激しい議論を巻き起こしました。あるネットユーザーは次のように投稿しています。新型コロナの患者には治療が必要だ。ぜ息患者には治療が必要ではないのかがん患者には治療が必要ではないのか 他のの患者はは治療が必要ではないのか彼らも患者であり病気で苦しんでおり命があるのだこの看護師の死は氷山の一角です1月にはロックダウン実施中の西安市で妊婦2人が病院から診察を断られ流産しましたうち1人は氷点下の気温の中出血しながら病院の外で数時間待ちましたが最終的に流産しました NTD ジャパンがお伝えしました。